もい。本田真理さん、今年の、まあ、プリンスアイスワールドの東京公演が、プロ転向後初めての舞台となりました。振り返ってみていかがでしたでしょうかというのと、まあ、これまでと違ったこう気持ちですとか、心構えがあったのでしょうか。今日滑ったプログラムは、試合のプログラムなんですけど、自分でアイスショー用にアレンジしてもっとお客さんにこう楽しんでもらえるようなプログラムができたんじゃないかなと思うのと、自分の出番の前が生歌でこう裏で緊張しながら出番を待ってる時に本当になんか幸せな気持ちで、すごく ありがとうございますという気持ちと、大ちゃんさんの大ちゃんさんの、ジャンプを練習で一緒にさせてもらった時に久しぶりにこう生で見れて感激しました。 ありがとうございます誰から行きましょうね。こちらから行った方がいいですかね。ミュージカルですもんね。そうですよね。なんか先にお話されてもね、ちょっと大変だろうと思って。そうですね。まあミュージカル、そうですね。僕ももう20年近くこうこの、ね、ミュージカルの世界にさせていただいてるんで、思い入れはたくさんあるんですけれども、まあ、やはりちょっと島田果歩さんに言われる前に話しておこうかなと思うので、僕はやっぱレミゼラブルですね。僕の初舞台。でもあったので初めてミュージカルに出させていただいた作品ということで、レ・ミゼラブルは思い出深い作品です。では次にお話しさせていただきます。レ・ミゼ撮っちゃいましたね。とんでもない。いや大丈夫です。もう撮られても何しても私にとってはやはりレ・ミゼラブルが人生を変えてくれた作品ですので、でもう中でも今日歌わせていただいたのはやっぱりこの On My Own という曲が人生変えてくれた一曲なので、今日はですね、もう本当に先ほども申し上げましたが、そのもう私の中でもずっと大切にしてきた一曲がまた全くまた今回のコラボレーションで新しいものとして私の中でこうすごくこう、より広くなんかこの世界観を感じさせていただけたのが本当にもう今日は胸いっぱいで、はい、とても幸せな経験です。ありがとうございます。そうですね、僕はオペラ座の怪人ですかね、やっぱり、はい、まあ、シングルでもオペラ座の怪人で初めて世界選手権で銀メダルを取らせていただいて、でアイスダンスで最後のインターナットシーン使わせていただいた曲で、もともと大好きだったんですけれども、本当に何度見てもこう見入ってしまう作品だなと本当にやっぱり感じるので、まあ、この舞台は本当にもう大好きですね。はい、もういつかねスケートでその世界観とかっていうのができれば最高だなっていうふうに思ってる、まあ、なかなか難しいんですけれどもできたらいいなって常々思っております。はい、私もたくさんミュージカルの曲を使ってきたんですけど、一番お気に入りはララランドです。すごくこう大好きな映画で、自分で初めてこのプログラムを滑ってみたいなって思って使った曲なので、特別な思いがあります。ありがとうございます。私はその小さい時にあんまりこう何も考えずに取材で言ったことがあるんですけど、試合はこうアイスショーに出たくて頑張ってるっていうのを小さい時はずっと思ってるくらい、こうお客さんの前で伸び伸びと楽しんでもらえるように滑るっていうのがすごく好きで、今、その場所に来たと思うので、もっといろんなジャンルのいろんな演技を、大ちゃんのようにたくさんいろんな表情がスケートで表せるように頑張りたいなと思っています。みたいです。ありがとうございます僕は一個質問いいですか。じゃこっちを話しちゃった。お願いいたします。二人聞きたかったんですよ。本田さんね、今回プロ初プロとしての初めてのステージってことで、スケートって競技としてのスケートってとてつもないなんていうんですかね、重圧とか本当にこのストイックな世界だと思うんですけど、かたやこのショーって本当に楽しんだりとかお客さんを喜ばせたりとかそういうところってあるじゃないですか。なんかその高橋さんだったらね、先輩としてというかそのプロになって
競技としてのスケートとの違いとか、なんかよかったらお二人に聞いてみたいなと思って。私もそれをお聞きしたいと思って、ね、なんかあの、ね、すいません勝手にここで回し始めちゃったあのね、だって競技としてのスケートっていうのは本当に皆さんすごい顔してるじゃないですか。そうですもうって顔で始まって、でもう辛そうな顔してる時もあれば喜びに満ちてる時もあって、でも今日とかも見てると皆さん本当に笑顔で表情豊かで、また可憐だったりとか、すごいやっぱこれがもう本当に芸術なんだなってことが すごく目の当たりにしたんですよね。だからそれちょっと聞いてみたいなと思って。難しい競技とプロのなんか違い。私その小さい時にこういう風にこう滑るようになりたいって思ったのが、大ちゃん あの白鳥のヒップホップのやつで、もうそれは競技の場なんですけど、本当にこう見ていてワクワクするような、何度でも見たいって、こうお客さんの立場で見れるというか、その採点なんですけど、あんまりこう失敗じゃないっていうのにとらわれずに、最後までこうワクワクするような演技で、そういうのを試合でもこうアイスショーの場でもできたらいいなっていうのは、その演技を見てからこう目標にはしてきました。ただやっぱりジャンプ失敗したりとかミスが出てくると、どうしようってなっちゃうのが試合で、アイスショーはその点で言えばもっとこうお客さんに楽しんでもらうっていうのがこう一番なので、もっと伸び伸び自分はできてるかなと思います。そうですね、なんかあの 僕はですよ、僕はもうあの試合は自分 あの目標だったり自分がやりたいことをやる場だと思ってやってたんですけど、アイスショーは僕よりお客さんがどれだけ楽しんでもらえるかっていうところの感覚が違うだけで、まあ求めることはどっちも同じなんですけど、主役がどっちかっていう感覚でやってました、はい、私たちの舞台は点数つけられることはないので。そうですね、よかったとか、あのなんか本当にね、そういうなんかこうだから、うん、マイナス何点とかそういうことされることがなんかもう本当点数と向き合ってらっしゃるその選手の方々って絶対しんどいですよね。だってね、何だろうなって本当に、だから本当にいつも感動してる、もうすごいって見させていただいてます。すいませんすいません、ね、でもそんな伸び伸びした場が ね見れるのが、ね、このプリンスアイスワールドでございま す。まとめましたねいやでも本当にすごい場でね、ありがとうございます。すいません、お願いします。すいません、はい、笑顔でお願いします。はい、すいません、ありがとうございます。はい、こちらお願いします。すいません、後ろの先生にもお願いします。すみません、そのままこちら、はい、すみません、よろしくお願いします。はい、行きます。はい、すみません、ありがとうございます。